第5章、経済的諸関係のモラル的基盤についての小論、エクスチェンジ、交換。コミュニズムはこれまで見てきた通り、相互的、ミューチュアルな期待と責任を必然的に含むという意味を除いては、交換にも互修性にも基礎を置いていない。したがってこの場合も交換は全く異なった原理に基づいて機能すること、根本的に異なった種類のモラルの論理であることを強調するために、別の言葉、相互性、ミューチュアリティ、を使用した方がより良いように思われる。交換とは等価性にまつわる全てである。相対する双方がそれぞれ与えた分だけ受け取るといったやり方、やり取りのプロセスである。言葉、口論の応酬やオーダー、さらには銃撃に行っても交換として語ることができるのはそのためである。これらの例において厳密な等価性が実在するわけではない。たとえ正確な等価性を測定する手段があったとしても、がむしろあるのは等価性に向かうやり取りの普段のプロセスである。ここにはある種の逆説が存在する。どの事例においてもそれぞれの側は他方をしのごうと努力する。どちらかが圧勝でもしない限り、結果は互角だと双方が見なす時点で、すべてを打ち切ってしまうのが一番無難である。物質的な財の交換に関しても同様の緊張が乱される。そこには競争の要素がある。そうでなくてもその可能性は常に存在する。それと同時にどちらも収支決算、損得計算を行っていること、ある種の永遠という概念を内包しているコミュニズムとは異なって、常に関係全体が解消され、双方がいつでも収支符を打つことができること、このような自覚が存在する。この競争の要素が全く異なった仕方で作用することもある。物々交換や商業的交換において取引する双方が取引される財の価値にしか興味を持っていない場合、経済学者がそうすべきだと主張するように、彼らは最大の物質的利益を求めようとするだろう。他方、長い間文化人類学者たちが強調してきたように、取引にあたる人々の関係をどのように反映し、再構築するかという点からやり取りされる物品に主要な関心の向けられる贈与交換の場合、競争が入ってくると正反対に作用する可能性が高い。誰がより多く与えることができるかを見せびらかし、寛大さを競い合うことになる。一つ例証してみよう。商業的交換の特徴は非人格性である。何かを売る人間、何かを買う人間が誰なのか、原理的にはどうでもいい。二つの対象物の価値を比べるだけである。すべての原理がそうであるように、その原理が完全に全うされることは滅多にない。取引が実行されるためには、何らかの信頼の要素がなくてはならない。自動販売機を相手にしているのでもない限り、表向きには何らかの社会性、ソーシャリティに装いが求められる。最も非人格的なショッピングモールやスーパーマーケットにおいてさえ、店員たちには最低でも、人間的な温かみや忍耐などの人に信頼を持たせる振る舞いが期待されている。中東のバザールでお茶や食物、タバコを分かち合い、シェアリングする手の込んだプロセスを通じ、模倣的友情を確立した後でなければ、同じぐらい手の込んだ値切りの交渉が開始されることはない。これは基盤的コミュニズムを通して社会性、ソーシャリティを確立することから始められる興味深い儀礼であり、しばしばそこから科学をめぐる果てしない偽の喧嘩が続いていくのである。これは買い手と売り手が少なくともそのやり取りの間は友達であるという想定のもとで行われる。だからこそ相手の理不尽な要求に対して憤慨し怒る資格が各自に与えられる。が、すべては芝居の一場面でしかない。ひとたび物品の持ち主が入れ替われや否や、二人がこれ以上関わり合いを持つことは全く期待されない。この種の値切り交渉、マダガスカルでそれを指す言葉の文字通りの意味は、売り買い決戦、バタルアウトアセールである。多くの場合、それ自体が楽しみの種になる。私が初めてマダガスカルの首都にある巨大な衣服市場、アナラケリーを訪れたとき、マダガスカル人の友人に遭遇した。セーターを買いに来たという。友人は4時間をかけてセーターを手に入れた。そのプロセスは以下のように進行した。友人は屋台にぶら下がっている適当なセーターに目星をつける。値段を尋ねる。続いて、売り子と基地に富んだ長時間のバトルを、口論を開始する。例外なくそのような口論には侮辱や憤慨の芝居がかった表明、怒りとともに立ち去る振りなどが織り込まれる。大概議論の 90% は最後の2-3ペニーというごくわずかな値段の違いについて費やされる。とはいえ、売り手が譲歩に失敗することが取引全体を誤算にしてしまう可能性があるため、その些細な差異が双方にとって深遠なる原理的問題と化す。私が2度目にアナラケリーを訪れたときは別の友人と一緒だった。彼女もまた若い女性だったが、お姉さんに頼まれた布地の買い物リストを手にしていた。どの屋台でも彼女は同じ手続きを踏んだ。近づいて値段を聞くだけである。男が彼女に値段を伝える。
わかりました。そして彼女は尋ねた。で、結局本当はいくら？男が彼女に告げた。彼女はお金渡した。ちょっと待ってと私は尋ねた。これでおしまいなの？もちろんと彼女は応じた。で、何か問題があるの？私は別の友人と一緒だった時の出来事を説明した。ああ、なるほど、と彼女は言った。そういう崇高な人っているよね。交換は私たちの負債の解消を可能にしてくれる。交換は負債をチャレンジする手段、関係を終わらせる手段を与えてくれる。売り子に対して人の持つ関係は大抵の場合関係のありふりに過ぎない。だからこそ隣人に対して人は負債を返済しないことを好む。ローラ・ボハンナンがナイジェリア農村部のテブ族の共同体に到着したこと時のところについてこう記している。隣人たちはトウモロコシ2本とカボチャ1つ、鶏1羽、トマト 5個、ピーナッツ1つかみなど、ちょっとした贈り物を携えて直ちにやってきた。どう応じていいのか途方に暮れながらも、ボハナンは感謝を示し、名前といただき物を書き留めた。しびれを切らしてか2人の女性が彼女に向かって、こういった贈り物にはお返しが必要であると説明した。隣人から卵を3つ受け取り、何もお返ししないことは不適切なことである。必ずしも卵を返す必要はないが、およそ同じ価値の何かを返す必要がある。金銭も可能であるし、それで不都合なことはない。その場合、もらった側は慎重に間を置き、卵の費用をぴったり返してはならない。少しだけ多いか少ないかどちらかでなくてはならない。何も返さなければその人物を自分を搾取したとか、寄生者へと貶めることになる。全くの投下物を返してしまうと、隣人と何の関係も持ちたくないとほのめかしていることになる。ボハナンが学んだところ、デブ族の女性たちは決して誰も最後に受け取った物品の投下を返すことがない。終わりなき贈与の循環の中で、オクラ一つ紙をやわずかな小銭を返却するために、一日のかなりの時間を費やして数マイルも離れた居住地を歩いていく。それによって継続的に社会を形成しているのである。ここには間違いなくコミュニズムの痕跡がある。良好な関係にある隣人たちは緊急時にお互いを助け合う信頼関係にある。永続的であると想定されているコミュニズム的関係とは異なって、この種の金融所付き合いは常に形成し維持することに努力が必要である。いついかなる時でも、壊れうるつながりだからだ。この種の欧州的、チットフォアタットは、ほとんど欧州的であるような、贈与交換の変装は無限に存在する。最も馴染み深いのは贈り物の交換である。私が誰かにビールをおごる。その誰かは私に次のビールをおごるというわけである。完全な等価性は平等を含意する。だがそれより若干複雑な例を考えてみよう。私は友人を素敵なレストランに招待して夕飯をご馳走する。慎重に計算された間を置いて彼らにも同じことをする。人類学者がこれまで長らく指摘した通り、このような習慣の存在そのもの、とりわけ行為を必ずやお返しする必要があると人が感じることこそ、標準的な経済理論では説明できないものである。標準的な経済理論においてあらゆる人間の相互作用は究極的には小取引であり、人は皆最小の経費ないしは最小の努力で、自分自身のため最大の利益を手に入れようとする利己的個人であると想定されている。ところがこの欧州の感情は極めて現実的であり、体裁を保つ余裕のない者にとっては切実な重圧になる。では私が自由市場経済の理論家を高価の夕飯に招待したとして、この経済学者はお返しを果たすまで、私への負い目に居心地の悪い思いをして、幾分か威厳の抵抗を感じるであろうか、それはなぜか。彼が私と競争関係にあると感じているとしたら、より高価な食事に私を招待しようとするだろうが、それは何故か。先に言及した共演と祝祭を思い出そう。ここにもまた宴会、コンビビアリティと遊戯的、時にはそれほど遊戯的ではないわけだが、競争の基盤が存在している。一方ではみんなの快楽が高められる。先日見れば、困窮フランス料理店で一人きりで素晴らしい食事をしたいと心から願う者がどれだけいるだろうか。他方では事態はたやすく他人の一枚上を行くゲームになり果ててしまう。そこから脅迫観念や屈辱や怒り、さらにこれから見るように最も禍々しいことさえ生じる。そういったゲームが定式化されている社会もあるが、強調すべきなのは、こういったゲームが本当に発展するのは、多かれ少なかれ平等、対等の地位にあると承認し合う人々ないし、集団の間でのみということだ。想像上の経済学者に戻ろう。誰かから贈り物をもらったり、夕飯をご馳走になったりしても、彼が威厳の抵抗を感じるかどうかは明らかではない。恩恵を施す側がおよそ同等の地位や威厳を持つとみなしている人間、例えば同僚などの場合、彼がそう感じる可能性は高いだろう。招待した人物がビル・ゲイツやジョージ・ソロスならば、おそらく彼はただ飯にありついたと結論付け、特に何もしないだろう。機嫌を取ろうとする格下の同僚や熱心な大学院生が同じことをした場合は、招待を受け入れるだけでその人間に好意を施すことになると結論付ける。だがそれはもし彼が招待を受け入れればの話であって、実際にそうすることはおそらくない。
この言葉もまた地位と威厳の微細な等級で分割された社会であれば、どこにでも当てはまるように思われる。ピエール・ブルデューはアルジェリアのカビル族、ベルベル人たちの男たちの名誉のゲームすべてを支配している朝鮮と欧州の弁償法について記述している。そのゲームにおいては侮辱や攻撃、反目や戦闘の中でのや、窃盗や威嚇は贈与交換と全く同じ論理に従うとみなされている。贈り物を差し出すことは名誉であり、かつ挑発である。それに応えることは無限の芸術的手腕を必要とする。極めて重要なのはタイミングである。返礼する贈り物を適度に異なり、かつ少しだけ立派なものにすることも同様に重要である。そして何より重要なのが、己の器に合わせ相手を選ぶべしという暗黙のモラル上の原則である。年上でより裕福でより尊敬すべき人物に挑戦すれば、鼻であしらわれ、屈辱的な目に遭う危険性がある。尊敬すべきだが貧しい人間にお返しできないような贈り物をして圧倒することは単に残酷であり、贈り主の評判をも傷つけることになる。インドネシアにもこれについての逸話がある。金持ちの男が急防したライバルに恥をかかせるため立派な牛を生贄にした。貧しい男は平然と一羽の鳥の生贄を行うことで彼に完膚なきまでの屈辱を与え競技に勝利した。こういったゲームは地位がある程度誰にでも開かれている場合にはますます手の込んだものになる。事態があまりに明快すぎる場合、それ自体が独自の問題を吹き込んでしまうのだ。王への贈り物を与えて、とりわけ慎重要するややこしい下手である。王への問題は贈り主が別の王でない限り、王に贈り物をすることはできないということである。定義上王はすでにすべてを所有しているからである。だがその一方で妥当な範囲で努力することも期待されている。ナスレッディンは王様を訪問するように命じられました。隣人はナスレッディンがカブラの入った袋を抱えて道を急ぐのを目にしてこう尋ねます。それを一体どうするんだい？王様に会うために呼び出されたのだ。贈り物に持っていくにはこれが一番いいじゃないか。と思ってな。王様にカブラを持っていくのかい？でもカブラは百姓の食べ物だぞ。王様じゃないか。もっとふさわしいものを持っていくべきじゃないか。例えばブドウとか。ナスレッディンはなるほどと頷き、ブドウを一房持っていくことにしました。ところが王様はそれを喜ばなかった。わしにブドウをくれるというのか。わしは王様だぞ。バカバカしいこの悪事を追い出して作法を教えてやってくれ。ブドウを一つ残らず投げつけてから、宮殿から追い出してしまえ。皇帝の守衛はナスレッディンを脇の部屋に引きずっていき、ブドウを投げつけ始めた。ナスレッディンはひざまずいて泣き始める。神様、ありがとうございます。あなたのとてつもないご加護に感謝いたします。なぜ神に感謝するのだ。守衛は尋ねました。お前は侮辱されているというのに。ナスレッディンはこう答えました。こう考えていたところなんです。カブラ持ってこなくてよかった。カブラを投げつけられたら無事では済まなかった。かたや王がまだ持っていないものを与えることも大きな災難のもとになることがある。帝政ローマ初期の頃に出回ったある発明家についての逸話である。発明家は盛大なファンファーレを伴奏にしてテベリウス邸にガラスの器を贈り物として献上した。皇帝はいぶかった。ガラスの塊が何がそんなに珍しいのか。男はそれを地面に落とした。すると粉々に砕ける代わりにくぼんだのである。発明家はそれを拾い上げ、押すだけで元の形に戻した。どうやってそれを作ったのか、他の者にすでに教えたか、と驚いたテベリウスは尋ねた。発明家はまだ誰にも教えていないと答えた。すると彼を殺せと皇帝は命じた。壊れないガラスを作る方法が多言されてしまえば、皇帝の金銀の宝物はすぐに無価値になってしまうからである。王と関わる最良の方法は、適度な努力でゲームを演じてみせながら負けるように定めておくことである。14世紀のアラブ人旅行家イブン・バットゥータは神道の王のしきたりについて語っている。その王はやりたい放題の横暴を誇らしく見せつけることに特別な喜びを見出す恐ろしい先制君主であった。外国の要人が王を訪問する際に盛大なプレゼントを贈ることが習わしであった。何を贈られても王はいつも持参人にその何倍もの価値があるお返しをするのである。その結果、盛大な贈り物に費やす資金繰りのための金銭を訪問者に貸し付けるかなりの規模の事業が地元の銀行家によって発展することになる。王家からのそれ以上の返礼があるので、返済も支払いが良いことを知っていたからだ。王もこのことは分かっていたに違いない。彼はそれに反対しなかった。というのも自分の富が考えられるあらゆる特化性をも凌駕するのをこれ見よがしに示すことこそが主な目的だったからだ。いずれにしろ、もし差し迫って必要ならば、いつでも銀行家などを収奪できることを王は知っていた。本当に重要なのは経済のゲームではなく地位に関するゲームだということ。そして自らの地位が絶対的であることを王たちは知っていたのである。交換において取引される対象は等価とみなされる。それゆえそこに潜む含みから、交換にあたる人々も等価であるとみなされる。少なくとも贈り物にお返しされたり、金銭の持ち主が交
交代する瞬間にあっては、そしてそれ以上の負債や義務が存在せず、両者がそれぞれ等しく自由に立ち去ることができるときにはそうである。逆に見ればこのことは自立を内包しているということである。同化と自立、どちらの原理も君主との相性は悪い。王が一般的にいかなる類のものである、交換を嫌うのはそのためである。だがこの潜在的な解消可能性と究極的な等価性という全般的な見通しの内部で、再現のない交換のバリエーション、果てしのないゲームの可能性が見出されるのである。誰かに何かを依頼するとき、お返しとして等価値のものを要求する権利はその人間に与えることになる。と分かっていながらそうすることがある。文脈によっては他人の所有物を褒めることさえこの種の要求として解釈されることもある。18世紀のニュージーランドでイギリス人入植者がすぐさま悟ったことがある。周りの戦士の首を飾る翡翠のペンダントを、それがひときわ美しかったとしても褒めたりしない方がいいということだ。褒められた周りの戦士は例外なくそれを送ると言い張り、しばらく間を置いては入植者のコートや銃を褒めるために戻ってくるのである。それを防ぐ唯一の方法は、彼が何かを求める前に素早く贈り物を与えてしまうことにあることである。時に贈り物はそれをすれば自分も同じ要求を相手にできるからなされるのである。贈り物を受け取ってしまえば、それは暗黙のうちに贈り主に権限を与えることになる。贈り主が等価であるとみなすものを受け取り人に要求する権限である。翻ってこれらはどれも、あるものと別のものを直接に取り替えるもの、物々交換にとてもよく似た何事かへと次第に転化していくこともある。見てきたようにこのような転換、マルセル・モースが贈与経済と好んで呼んだもののうちですら、そして見知らぬ者の同士で間すら起こり得るのだ。ティブ族の例がそれよく示しているように、共同体内には物事を創殺してしまうことへの抵抗がほとんど常に存在する。そのため、貨幣が存在して日常的に使用されているようなとき、しばしば友人や親族、村社会ではほとんど全員がそこに含まれる、にそれを使うことは拒絶されるか、さもなくば第三章のマダガスカルの村のように、通常とは根本的に異なったやり方で使用されるのである。